おはようございます。おやすみなさい。深夜瞑想中です。皆さんのおかげで、まあ4年かかりましたけど、チャンネル登録者さんを500人超えました。ありがとうございます。なんやろ、バイクのネタやったら史跡巡りとかの人が、チャンネル登録やめちゃって、で史跡とか歴史もんのことをやりだしたら、多分バイクの好きな人がチャンネル登録やめたりして、減ったり増えたり、で500人超えたら一気に30人ぐらい減ったり、でまた500人超えたら20人ぐらいやめたりっていうのを繰り返してたんですけど、なんかもう500人超えて2週間経ったんで、もう500人超えました動画作ってもええかなと思って作らせていただきました。で400人超えの動画を見ていただければわかるんですけど、なんか調子こいて、まあ、これすぐ1000人いくわと思って、500人以上の登録者さんの場合はもう500の次は一気に1000の動画、1000人超えの動画作りますわみたいなことを言うとるんですけど、まあ1000人、この7年かかったさらに倍、まあ無理でしょ、多分このまま行っても、無理と思う。まあでもちょっとぼちぼち動画は上げさせてもらおうと思いますんで、今後ともよろしくお願いします。まあちょっとここ最近バイク見たばっかりですけど、ちょっとねこのバイク、乗りにくいけど乗ってると面白くてしゃあない、たまらん、なんて表現したらいいのかわからんけど、まあおもろい、なんて言うんやろ、なんて言うんやろな、初めて大型乗った時のこうスピードに対する恐怖とか馬力に対する恐怖とかがないって言ったら嘘なんやけど、何やろな、04の 5VY の R1 ほどひらひら感もないし、初期型のFZR から初期型に乗り換えた時は軽いって思ったけど、初期型 5VY、4XV、5VY と乗り換えてきて、この 2CR に乗り換えたら、軽さはそんな軽くなってないしな、でももうなんかこう、おもろうとしたね。このバイクに乗れる今の若い人たちが、羨ましいと思うとともに、自分が20代の頃にこの R1 を変えたかといえば、多分無理っすね。今の若い子で R1 乗ってる子で、さらにカスタムしてる子を見たらすげえなって思いますね。ちょっと500人超えました動画ってそんなに言うのもなんですけど、ほんとすごい。ワンダミッドナイトみたいな絵すべてをつぎ込んでるんですみたいなセリフを聞いちゃいそうでよう聞かないんですけどね。まあでもちょっとすいません、しばらくバイクネタが続くかもしれませんけど、ちゃんと史跡巡りとか歴史系もやりますんで、見放さず今後もチャンネル登録よろしくお願いします。高評価もできればしていただきたいんですけど、自分で見ててこの動画おもろいかって言ったらおもろくないよなとか思いながら作ってる時もあるんで、高評価よろしくお願いしますとはよう言わないですけど、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、すいませんけどもよろしくお願いします。動画作るうちにもなりますんで、増えていくと、はい、お願いします。本当にお願いします。ということで、それでは失礼します。